今から暫定リストの、武家の子と鎌倉で、構成リストの中に案に入っているこの名古屋切通しに行ってみたいと思います。すごい、ここを歩いたわけですね、武士たちが。まあ、歩いたらしいんだけど、あの三方がこう山に囲まれてて、南側が海だから、あの天然の要塞って言われてるわけですね。ただ要塞だけだと何も交易が生まれないから、発掘されたのはこの切通しだって。へー、こう見てもらうと分かると思うんですけど、結構くね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 回ってるんです。あのこれ曲げた理由っていうのは、やっぱり敵から攻められた時にまっすぐだと通りやすくなっちゃうから、あえてこう曲げてるらしいんですよ、意図的に。物流は簡単だけど、敵からは攻めにくくする感じ。なるほど。岩もあのところどころ真ん中にこう置いておいてた。これはもう人工的に置かれてる岩、足止めするためですね、うん、そのためのトラップですね。まあ、こういうのがところどころあるのが切り通し。切り通したのは鎌倉にあちこちこうルートがあるんだけど、代表的な謎を鎌倉なんだけど、切り通して暫定リストに記載する。へー、そのうちの一つ名古屋に切り通しが。ほう、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。すごー、ほんと確かにすごい、すごい、せり立ってますね。ちょっと持ってるまで。はい、ありがとうございます。結局人工的に一生懸命山を切り開いて、人がだけの道を整備して。へえ、うわーすごー。まあ、鎌倉って言いづらいところは、実際にもっと室町時代とか江戸時代とか開けから100世紀だったり、もともともっと古代にしちゃったり。へえ、うわかっこいい。こんな山なんだ。いや、ここまで来るのにも相当登ってきましたけど、何百メーター登ったのかな。結構登ったよね。これ住宅街の中にあるとは思えない。突然現れましたね。これはタイムスリップできますね。へえ、足場はですね、こんな風になっておりましてですね、割とこう岩がゴツゴツしてます。まっすぐないよね、曲げてる。ほんとだ、ずっとくねくねした道ですね。はあ、うわぁ、あゆたやみたいね。面白い。ここめちゃくちゃいいじゃないですか、西尾先生。これはちょっと楽しいね。はい、どちらに。はい、もう着きました。あ、もう着きました。マンダラ堂、先にちょっと。お、マンダラ堂、マンダラ堂に行きます。じゃ、結構一段一段大きい、高いですね、階段が。岩の階段を登っています。お、なんだなんだここ。え、すごいね。あ、こちら順路なんだっけ、目覚めるでじゃない、なんだっけ。ありがとうございます。へえ、目覚めるで、目覚めるでじゃなくて、なんだっけ、カッパドキアの下。ね、あるよね。
ほう。この地方独特のお墓というか、へー、埋葬された、くり抜かれた中にお墓が、五輪塔が立って、位の高い人しか、うん、だもちろん名前が、ね、出てくるな、お偉いさんは別のところに置かれるけど、うん、まあ、ちょっとワンランク上の人たちは、うん、まあ、って言われている曹操一家なんだけど、村長さんみたいな人とか、まあ、まあまあとかね、まあ、それというのは武士と僧侶、武士、僧侶、うん、へー、万太郎以外にもこういった櫓っていうのは鎌倉に1000軒だかな、1000軒くらいあって、まあ、ここの万太郎はそのうちの150軒、まあ、ギュッて密集してどうも保護のために春と秋しか公開してない。へえ、これは確かに、だから今回こうお連れしたのはこのタイミングで。なるほど、ありがとうございます。これはいいね、なんかもみじもあるし、これ秋に来ても素敵よね。秋に来たらね、またいい感じ。うわー、綺麗。本当にカッパドキアの下みたいななんかいろんなブドウ酒作ったりとか、こんなとこが日本にあるなんて。時代でいうとどれぐらいなんですか？鎌倉時代後期かな、から室町、武家のこと鎌倉って言ったら、やっぱ鎌倉時代のものっていうのをやっぱイメージしやすいんだけど、うん、実際には鎌倉地区であって、鎌倉時代よりちょっと後のものが非常に多い。美しい、うん、四角形なんだね。え、ほんと、こんなとこある？日本ですよ、皆さん。神奈川県ですよ目覚めるで国立公園ではありません。魚連目ではありません。日本です。本当だ、まだ奥にもある。はあ、面白い。すごい。こういうところを作った世界遺産いっぱいあるじゃないですか、うん、イメージするために来るのはありですよね。そう、切通しってサンティアゴでコンポステラみたいな感じの、あ、まあ、巡礼地ではないけど、交易路、うん、あ、じゃあシルクロードと同じ考え方でできる。規模が では行きましょう。よいしょ、ね、おお、すごい。おお、西尾先生、ここいいですよ。奥にもね、櫓が近くに見えたり。おお、ほんとだ。海岸があるんですか。すごい。急だな。よいしょ、すごい道ですね。急な道を登ってきました。階段がすごい。ちょっと狭いですけど、おちょっと狭いですけど、はい、これは大群で来ても一人ずつしか行けないね。一人転んだらみんな転ぶねおお、崖です。断崖絶壁。うん、あ、開けました。あ、ここはどこだ。あー、ギリギシ。あー、すごいね、ほんと。ギリギシ、ギリギシです。これはこれってやっぱり加工しやすい石ってことは、なんだろう、砂岩、石灰岩じゃないよね。石灰岩っぽくないね。砂岩ですね、多分。これあのほら、海の底です、溜まった石が。
また急な、なんか階段が。歩きますね。なるほど。西尾先生、名護なりますか？展望台までは長いですか？いや、もうすぐ。お、もうすぐ、この手伝いだ。こう抜いてるんで。お、そうなんだ。え、マムシって書いてある。要注意。マムシ、気をつけましょう、皆さん。お回りしてきました。ここはかなり上の方っぽいですね。マンダラ堂に繋がるわけですね、こっちから。マンダラ堂に、はい、帰り道。
わーすごいね、大きい石がやっぱ、こんなのあったら本当大きい荷物運べないですよね。なんかその交易するにも、なんだろう、数の制限とかなんかねされてそうよね。このなんか無言の圧力というか通りやすくしちゃうってことは、ね、うん、そうですね、うん、何ここめっちゃ好き私下山になるわけですね、これで。すごい。お、降りてきたね。本当に。こちらから降りてまいりました。降りました。へ、えー、